はい、皆さんこんにちは。カタリルームのカタリです。ウォールアートを続きやっていきたいと思います。ボルト15にね来たところからですよね。で、敵がいるんだな、これね。攻撃受けたぞ。無傷。相変わらず素手で。まあ武器持ってますけど。近接攻撃で戦ってますです。お、倒したんじゃないですか。よいしょ。尻尾を手に入れました。じゃあ中に入ってみましょうか。これなんかあれかな、おお、入った入った。敵が、あ、敵いたのか。こんなとこに。あ、結構いますね。まずこいつらを倒してからだな。あ、4のダメージ食らってる。あ、一撃で撃破ですよ。いいね。2匹とも倒したかな、これ。あ、倒しましたね。ちなみにこいつらって何も持ってないのか。何も持ってないですね。じゃあ次、やられてしまった。見たところ無傷。あと3匹だな。あ、外してる。よしよしよし、倒しました。あと2匹。あと1匹。来ないですね、こっちへ。あ、空振ってる。倒しました。じゃあ中入ってきますかね。ちょっと一旦セーブしておいて。おお、なんか来たぞ。
なんか来たそう。でかいのが。どうしよう。ここ7だとあれなんで、この辺でちょっと一旦止まって、ターンを。あ、いいね、いいね。よし。これで、傷を負っている。さすがでかいだけあって、的が大きいせいか、パーセントが89に上がってますね。いますね、他にもね、結構。1,2,3,4,5,6 匹いるぞ。よしよし、倒した。あ、何も持ってないよ、こいつ。でかいだけで。ここ。アクションポイントが足りません。これなんだろうな。とにかく、いっぱいありました、すべて。で、まだ敵がいるんだよね。ここにいますね。じゃあ、こいつを狙っていこう。倒した倒した倒した。え、こいつ狙ってきます。ダメージ受けたぞ。お、一撃だよ。いいね。じゃあ他もまずは敵を倒しますかね。あ、いっぱいなんかダメージ食らってる。よしよしよし。ちなみにやっぱり何も持ってないね。どこだ？こっちにいるのかな？あ、いたいたいた。と、1,2,3 匹。殴った。もう弾持ってないのかな、もしかしたら。この人に、あ、喋るってできるな。もう帰っていいぞ。一番いい武器使ってくれ。陣形を変更したい。使い慣れてる。うん、なんでもないよ。バーターで、あ、弾持ってるじゃん。ねえ。ティンパックってもらってもいいのかな。この人使わないんだもんね。だったら、あ、できた。もらえたよ。もしかしてお金もらえたりするんじゃないの。うわ、もらえたよ。いいのかな。あ、その値段では取引できない。言われちゃった。あ、そう。
やっぱ交換なんだね。物々交換かなんか、お金で交換かなんかなんだ。もらえないんですね。戻んな、これでいいのかな。違う。なんでもないよか。じゃあしょうがない、攻撃戦闘の続きをしましょう。来た来た来た、こいつで最後かな。あ、倒した、倒しましたね。じゃあモニター壊れていて無価値、ベッドはかなり悪い状態。あ、ここにもなんかあるね。なんだこれ。あ、スティンパック買ったじゃん。あ、やったね。こっちは、みんな壊れてないっすか。壊れてるよね、みんな。ひび入ってる。壊れている。壊れててダメじゃないですか、もしかして。壊れている。壊れている。通気口は修復できぬほど破損している。でシャフトを降りるのは容易ではないってなって、ロープなしでエレベーターシャフトを降りるのはって言って、ロープがね必要だっていうのが、あの裏でちょっとね来た時に分かったんですけど、ロープを持ってなかったのでどうしていいかが分かんなかったんです。で今回はロープを途中で取ってきてるので、多分ロープを使えばねいいと思うんですけど、ロープはどうやって使うんだ。ちょっと一旦セーブして、ロープをこれと交換しておきますか。でこれでなんかできないですかね。どうやってやるんだろう。使い方が分かんないな。これはなんだ。あ、これはこれか。
どう見てもこれで合ってそうだよな。あ、なんか出たぞ今。どうやって出た？これか。これ？あ、そういうこと？もしかして。じゃあインベントリでこれをこっちやって。それで今どこにあったんだ。こう、こうでロープを使う。お、うまい具合にエレベーターシャフトにロープを投げた。できました。じゃあこれで降りれるのかな。おお、降りました。明日も敵がいるわ。あ、そりゃそうだよね。じゃあちょっとこれで。わ、なんか違うやつだぞ。わ、いっぱい食らった。なんだこいつ。ピックラット。あ、やっつけた。そしたら、こいつもやっつけた。インベントリーでスティムパックを使うとかできないのかな。ユーズオン。使いませんよ。あ、あ、もしかして登っちゃない？あ、登っちゃった。ダメだ、使い方が分かんないな、スティンパックの。来た来た来た。まだいるね、ここに 1,2,3,4,5,6,7,8,9、 この辺だけでも10匹いるぞ。スティンパックは使えないんですけど、どうやって使うのかな。こうか。これどうだ。違うな。違うな、これも。違うみたいだな。アクションポイントが足りないか。だからダメなのかな。やり方は合ってんのか。じゃあ
とりあえずこいつを倒してからだな。あれ倒せないんだけど。あ、そっか、武器が違うからか。これで倒すってこと？空振った。あ、でも倒してくれました。じゃあこれでアクションポイント今10になった。でこれでスティンパックにしたら、すでに息がなかった。ダメだ、使わないぞ。やばい、やられた。OK。スティンパックだって使うのかな。これで押して使えればいいんですけどね。AP2 って書いてあるんだけどね。ダメっすね。あ、いた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 。こいつと戦いたいんだが。あ、ここにもいる。あれどうやって戦うんだ。お、来た。あ、やられてる。12になっちゃった。中入れない。こいつがいるから入れないのかな。じゃあこっちのネズミから。倒した。おお、撃った。あ、一撃だぞ。ちなみにこいつは何も持ってない。で、スティンパックを使いたいんだけど、どうやって使うんですか。イベントリーでこうやったら使われたりはしない。うん、どうやって使うのかな。よし、とりあえずセーブしておいて、今回この辺で終わりにしときますかね。スティンパックの使い方が分かんないですね。
まあいいや、ちょっと調べておきますね。どういう風にするのかね。今後スティンパック使えないっていうのは結構厳しいと思うんでね。あとこのレベルっていうのが今出てるんで、多分レベルアップできると思うんですね。その辺もね、次回やってみたいと思います。はい、ということで最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録お願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。